どうも、こんばんは、エヌムです。今回は、東京グールリインボーク、最強のグール、フクロウが RE インボークフェスに登場しています。まあ、今月の RE インボークフェスと言いたいところなんですが、まあ、時期的におそらく、もう一回今月は RE インボークフェスが来るんじゃないかと僕は踏んでいます。早速キャラの詳細の方を見ていきましょう。まあ、大体いつも20日ぐらいに V ジャンプの、公式チャンネルで新キャラが発表されるんですけど、おかしいですよね、今のタイミングでインボクフェス来るの。本当に前回の重蔵が来てからすごいスパンが短すぎる。2週間も経ってないはずなんだよね、重蔵が来てから。このタイミングでフクロウってね、しかもなんていうの、番狂わせというかさ、ストーリーの流れ的に今ルシマだから重蔵来たけど、ここでフクロウはねちょっとおかしいような気がするんだよな。はい、ということで、早速キャラの詳細を見ていくんですが、 HP が8612、低めですね。で、攻撃力は1580、かなり高めです。で、防御力は241とマジで低い。マジで防御力が低いっていう、 HP も低いっていうね。で、武器耐久値が5ですね。まあ若干ちょっと足りないっていう、かなり低めかな。ムカデと同じぐらいなんだろうか。カクジャー系のキャラは低い傾向にあるんだろうか。で、アタックポイントがプラス7されて19ですね。こいつのクリアビリティがアタックポイントアップダブル S プラスで7アップしてるんで、かなり手数の19。これは、オールと一緒ですかね。で、炎キラー、豪属性キラー、トリプル S マイナスで 1.8 倍。いい、炎に強い。あ、こいつ水タイプなんだね。で、クリティカルアップダブル S プラス、35% アップですね。で、グルキラー S プラス 1.5 倍。で、人間キラーですね。人間に対しては GS ですね。グルキラーが S プラスに対して、こいつは人間に対して GS、かなり高い。最高レアリティの GS2 倍になると。なんで、倍率に関しては、この炎キラーの 1.8 倍と、人間キラー GS が乗った時は一番高いのかな。あとは、ブレイクバースと持ってるアニマ、ブレイクバーストと普通のバフです。2.5 倍バフ持ってるアリマーと組み合わせると、まあかなり強いんじゃないかなといったところでしょうか。で、うかくですね。カグネ発生状態。命とは悪そのものレベル5。2ターンの間自身の攻撃力を 2.75 倍する。はい、前言撤回。これ、アリマーいらないですね。なんで、ブレイクバースト持ってるやつ、まあ、誰かいたかな。最近で言うと、重蔵とか、今来てるハイセとかなんだけど、ハイセはグールキラーだから、人間キラー持ってて、ブレイクバースト2倍持ってるやつと組み合わせたいところではあるな。欲を言うと水属性で、単体に攻撃力9倍のダメージを与え、敵全員に攻撃力2倍の3連ダメージを与えるか。単発の火力はすごく大きくなりそうだ。 2.75 倍か。これまたあれだね、上書きしちゃったね、バフ。今まで 2.75 倍、バフに関しては 2.75 倍がこいつでまた更新されたっていう状況なんだけど、まあ、ブレイクバースト持ってない分キャラは選ぶよっていう。一緒に組むね。まあアリマいらないね、これだって一緒に組むんだったら。で、逃走ステータスはこんな感じですね。CBS。こいつ、うかくにしては普通かな。CBS なのかな、うかくは。なんか前も言ったような気がするわ。うかくに関しては CBS だったような気が、S マイナスか、だったような気がする。で、同時攻撃数は1体ですね。これ2のやつとかいる最初から。俺、記憶ないんだけど。で、スキル打ち合わせはトリプル S マイナスということで、10秒間味方部隊の移動レートをプラス3する。いまいちね、移動レート、その、スキル打って移動レートを上げるっていう使い方がよくわかんなくて、まだまだ闘争をやってないなっていう感じですね。まあ、火力高いし、炎の威嚇、誰がいたかな。まあ、最近で言うとオールか、スペシャルの仮面オールとかなんですけど、あいつどうだったかな、闘争ステータス。一応使ってるけど、普通に。こいついかんせん防御力が低いんで、そこをちょっと補填してあげないといけない感じですかね。イラストはめちゃくちゃかっこいいですね、こいつ。スペシャルの袋を持ってないんで、まあとりあえずフェスゲンの袋を確保したいところではある。最近復刻来てたよね。ただ篠原と黒岩がセットになってきてたから3分の1の確率なんですよね。というわけで今回はこいつを回していきましょう。途中で出れば終わりたいと思います。さあ、ステップ1で SSR が前回も出たんですけど、今回もステップ1で、SSR 出ましたね。グール、グル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 。おっと待って、操作感が2枚だと。なるほど、ムツキね。ムツキもまあ熟練で 100% になってないからいい機会だわ。ウリエか。ウリムツじゃん。
売り絵の方は熟練で 100% になってます。で、1体 SR 以上確定ですね。 SR 以上確定は正直10連引くんだから普通にあってもいいような気がするんですが、毎回ね、うん、促進剤がまあもうちょっと100個になるんですけど、どっちに入れようかなって、ハイセと。まあ昨日ハイセ引いて今日袋引いてるわけですが、まあ、どっちに入れようかなって思ってるんですよね。迷ってる。今あの占領戦始まって僕グール側なんですけど、まあ相手の人間が人間駆逐の あれが人間なんで、まあ、人間キラー持ってるフクロウに入れるのがまあ妥当なんだろうけど、まあ、いち早くハイセを使いたいと、早くハイセを使いて、店長も好きなんだけどやっぱキャラとしては、はい、おっと、なるほどね、無印彩斗くんか。なるほどなるほど、黒髪十三ね、熟練で 100% です。黒髪十三くんは無料のねチケット、占領戦終わった時にいっぱい配られる無料のチケガシャの方でも出てくれるんで、これがステップ4かな、5かな、4だよね。早々に出てくれるとありがたいが、捜査官、あと持ってないのが猿と松前と、おおおビビったあ待って、これあれかステップ5か、これまさか。あのねフェスゲンで、俺正直フェスゲンで一番強いと思ってるのムツキだったんですけど、このフェスムツキねマジで強くて、あーこれがステップ5ですね。でもステップ4でムツキが出るのってマジで運がいいと思うわ。めちゃくちゃ需要が高いキャラだからさ。でここでフェスゲン1体確定と。ここでね猿じゃなかった、犬、え、どっちだっけ、俺が持ってないの入見さんの方だっけ。入見さん出てほしいな、松前も出てほしいけど、フェスゲンコンプしたいんだよな。うやばこれ絶対店長出るでしょ、来い。あ、何生きてたの、トーカも持ってなかったわ忘れてた。でも欲しかったんだよな俺ね、霧島兄弟並べて戦わせたかったんですよね。なるほど、まあ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 、おまたムカデ君かムカデどんだけ出るんだよ。今グールが3体出たから、でもいいねこれ、フェスゲン2体出るって相当運がいいわ。さあ今回 SSR めちゃくちゃ出るけど、俺なかなか今回引きいいぞ。ってことはあと入見さんと松前だけだと思うんだけど、おっと、この命シュー様のためのやばい待って、これ俺の中でめちゃくちゃ神引きなんだけど、やばい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 、フェスゲンが一気に揃い始めた。どういうことだ昨日からちょっと待って、ガシャの運がおかしい。まあ店長は最終ステップまで出てないけど、え、マジか。俺、促進剤が足りねえ。促進剤ガチで足りねえ。促進剤セールやってくんねえかな、また。これで袋、一体確定ですね。まあ、結局確定枠まで回したんですけど、マジで神引きなんやが、俺の中ではね。でも、ムツキ出た時点でもう正直フェス一周回した分ぐらいの価値はあるんですよ。まあ、ムツキはもう限界まで強化してるんですけどあーマジかやべえな今回、俺一番の神引きじゃ、神引きなんじゃないかな、フェス引いた中では。さあ殺しに来なさい、かっこいい、やばくねこれ。左右さ、あの対象のイラストって基本かっこいいんだよね。なんか人間の顔も左右対称、かっこよくないんだけど左右対称だと整ってるじゃん、なんかそういう感じ。イラストも左右対称とすげえかっこよく見える。このポーズなんかどっかで見たことあるんだけど、はい、ということで今回は袋
袋最強のグール、フェス一周したんですけども、他のキャラクターが、なんかすげえいっぱい出てきてくれて、個人的には大満足でした。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。